こんにちは、ピクチャレスクです。お立ち寄りいただきましてどうもありがとうございます。こちらの動画ではですね、ハンドメイドバッグのですねデザインなんかをご紹介していきたいと思います。コンパクトラインというですねリュックになるハンドバッグのねコンパクトなサイズなんですけど、これを3点ご紹介です。どうぞご覧ください。